ドミューさんこんばんは、夏目さんちのおけんです。コッペパビリオン常連客 B のさやです。コッペパンとパビリオンを足してコッペパビリオンというものを作り出してみました。パビリオンというのは展示会、展示場などの意味をする言葉でございます。わかってるんだよ。だからコッペパビリオンが何なのか聞いてる。コッペパンを飾る展示場でしょうか。いいな、もう。もういいわ。その足し算でいくと。ということで今回ですね、こちらです。猫。猫です。はい、猫です。うちには可愛い猫ちゃんがいる、はい、うちには猫ちゃんがいるんですよ。ほら、よいしょと、やわらちゃん、よいしょと、ということで、夏目さんち猫ちゃん飼ってるわけですよ。このわらちゃんというね、オス猫です。一番可愛いんです、はい、うるさい。はい、わらちゃんというね猫を飼ってるんですけども、はい、動画ではあんまり出てるわけです。動画にはちょいちょいこいつ出てくるんですけど、はい、今回です。あー、さよなら。気まま。気ままや。まあ動物なんで、人間の思い通りにするのはね、はい、エゴなんですよ。はい、まあ夏目さんにそんなわらちゃんに何かを強制したりはしないんですけど、うん、はい、今回やっていく企画はこちらです。ぬ、プロの絵師が猫が選んだ画材だけでお絵描き対決。バリオン。これ Wi-Fi の愛が全部チンアナゴになってるっていう。くだらねえ乗っ取り方してる。飼い猫が選んだ画材だけで絵を描く。猫ってこうやって手出すとスリッてしてくるじゃないですか。あ、そうね、なんか可愛いやつね、うん、気になって匂い嗅ぎに来てくれる。そうそうそう、匂い嗅いだり、うんうん、スリッてしたり手でパシパシしたりとかってするじゃないですか、うんうんうん、あれです。今回わらちゃんには、はい、画材および画材じゃないものを2択で見せます。はい、でその2択で見せたものをわらちゃんはもう本当に何も忖度なく選ぶわけです。いや、そうよ、動画の展開なんか知ったこっちゃないから。いや、そう、何だこれはっていうだけで選ぶからね。そうそう、やらせ一切なしになるわけですよ。彼は。さあ、では今からここからね、画材を早速引いてわらちゃんに選んでいってもらうんだけど、い、はい、ここからは3回戦で行いたいと思います。はい、で1回戦目、2回戦目、3回戦目、全部それぞれ30分ずつここから引いた画材をわらちゃんに選ばせて、はい、その画材で何があっても30分で終了、はい、はい、っていう形でやっていくんだけど、でここに3つカードがございます。はい、はい、これデッキが3つあるんですけど、山札、はい、ここが線画系デッキ、はい、まあ大体線が描けるんじゃねっていう。そうね、まあ大体ペンの、そう、ペンとか黒がちゃんと使える画材、はい、でここが色塗り系画材、まあ一般的には色がついてる画材ということを色塗り系画材と呼んでるので、うん、もしかしたらこの線画引いてもこことの相性が悪い可能性はある。いや、それはすごくある。例えば水彩絵の具引いてるのにこっちで水性の、地獄だよそれ、水性インクの黒だったらジョワンになっちゃうから、まあそういう事故もあるかもしれない。はい、なんせ猫が選ぶから。そうですね、うん、でこちら最後、これが問題作。はい、ここには夏目さんちが今までやってきた動画の中もう多々ありますよ。画材じゃないもの。そうですね、これとか、うん、これとかこれとか、まあなんかいろいろあったんですけど、はい、画材じゃないものでお絵かきっていうのやりました。はい、容赦なくここに入れてあります。それとプラス、そうね、絶対に抗えないものを一種類入れてあります、うん、はい、わらちゃんが絶対そっち選んじゃうレベルの、はい、あれです、大好きなあれが入ってます。はい、はい、まあなのでちょっとここはもうちょっと大盤狂わせを、はい、用意してみました。そういうカードです、うん、まあお絵かき拷問チャンネルならぬお絵かきギャンブルチャンネル。まずは1回戦目、はい、はい、1回戦目はさすがにちょっと最初からこいつを入れるのは、うん、あれなので、1回戦目はこの線画デッキと色塗りデッキからそれぞれ1枚ずつ引いて、はい、わらちゃんに見せる。じゃあまずは線画から1枚ずついきましょう。せーの、えい、お、ラッキーじゃん。これはゲンさんが毎回使っているお気に入りの画材ですが、まあそうね、ここで喜んじゃいけないのが、まあ、この試合ですよ。そう、じゃあさやさんいくよ。はい、さやさん線画デッキだら。ペペペ、え、てっぺんやないか、これ水彩出たら地獄やないかい。お前、はい、はい、お、コペック、あ、これはめっちゃいいのでは。どっちも当たりだね。ね、まあでもさ1回戦目だからな、いきますよ。そうや、どっちも当たりだから。せーの、
おお、え、めっちゃいい組み合わせじゃん。でもこの組み合わせじゃ書けないよね。あ、確かに。どっちかしかわらちゃん選んでくんねえから、うん、そう、どっちかしかだった。じゃあ僕は透明水彩とミリペン、はい、さやはコピックと筆ペン、うん、はい、コピックがこちらと透明水彩がこちらで、はい、ですね。で、わらちゃんにはこういう感じで出してみて、そう、わらちゃんにどっちがいいか選んでもらいます。はい、そしてあれね、はい、どっちも選ばずにどっか行くやつだね、まあ、どっか行ったら撮影は延期です。はい、はい、皆さんね、この動画が出るのをね楽しみに待っていただけたら大丈夫かな、レジンより時間かかってます。それではわらちゃんのとこに行きましょう。よいしょ、ちょっと待って。じゃあ皆さん、ここからわらちゃんを解き放つので、さやさん画材を持ってください。はい、わらちゃん、わらちゃんはどっちを選ぶのか、いきます、スタート。わらちゃん、どっちがいい。さあ、どっち、わらちゃん、どっちがいい。コピック。ありがとうございます、わらちゃん。わらちゃんが一発目に選んだのはコピックでした。コピックだったね、今ね。コピック大好きだな、わらちゃん。はい、じゃあ僕の番です。はい、ゲンさんの番です。で、僕はこのミリペンと水彩絵の具、どっちをわらが選ぶのか。よし、はい、じゃあわらちゃんどっち選ぶのか、はい、お願いします。わらちゃん、どっち。お、わらちゃんミリペンです。わらちゃんミリペン。あ、でもコピックが好きみたい。でも最終的にはコピックに行きましたけど。わ、ゲンさんミリペンやん。え、僕最高じゃない。なにこの猫、一発目からミリペン。ちょっとゲンさんにだいぶ有利になりましたけど、はい、よし、じゃあ行きましょう。1回戦目、見てみんな可愛いよ。やわらちゃん可愛かったでしょ。ご覧の通り可愛いんですよ。この動画終始この感じだから若干うざくなってる。さあ、では、はい、泣いても笑っても1回戦目も30分、よーい、スタート。わらちゃんの話しようか。今回はちょっとわらちゃんの思い出フォーカスしたお話していくか。めっちゃ良くないそれ。いいね。1992年、そんな3月19日、うん、さやは生まれた。なんでさやの歴史から振り返っちゃうの。さやがわらちゃんに出会うまでやっちゃうんだ。終わんねえわ今回多分この尺じゃ。わらちゃんはとんだやんちゃ坊主だったよ昔は。もうどこにでもおしっこするし、本当にどこにでもおしっこした。さやの昔のその話聞くとさ、本当にわらちゃん暴れん坊だったよ。いや、超暴れん坊だよ。だって人がナウで寝てる布団にもおしっこするし、ナウで座ってるソファーにもおしっこするし、ナウで使ってるファミコンにもおしっこするからね。なんでファミコンやってた。なんか今時代おかしくなっちゃった頭の中で。でもゲンさんも実家で猫飼ってるじゃないですか。そうね、うちの実家の猫はニコちゃんっていうね。そう、すごい大変だった。うん、さやさんだってあのまだ付き合ってる時にうちに来てさ、うん、ニコに近づいてったらニコが飛び蹴りしたもん。さやジャンプしてさやの背中に乗ってターンってキックしてどっか行ったから。いや、そう。朝起きるとね、わらちゃんがね、私のお腹の上でライオンキングみたいになってんだよ毎朝。それね、残念ながらゲンさんの上でもライオンキングみたいになってる、うん、ババディーティババーってなってる。朝からね。でもね、わらちゃんがね、僕の布団に入ってこれ来てくれるようになったのは最近なんだよね、実はね。ゲンさんだって寝相悪いんだもん。そういうこと？うん。え、でも寝相が悪いゲンさんでももう許容できるぐらい僕のこと好きになったところじゃん、わらちゃんね。え？なんだよ。わらちゃんはシャビのことの方が好きですけど。めんどくせえやついいな、マジで。さあ、ということで、はい、1回戦目30分、はい、あのミリペンで楽しくただ落書きしただけの男と、はい、コピックに苦しめられた女です。せーの、デードン。もうやめる、1回戦目でもうなんかできてない。これはあの感情表現うまくできてないので、周りを飛んでる手たちに感情表現されちゃう女の子です。あ、これはこの子に繋がってる手じゃないのね。ふわふわ飛んでる手だね。こうなんか、うんうん、他のとこから現れいいですし、こういう手が現れいいです。そう、写真撮るときいつも顔の表情ぶっきらぼうだから、うん、せめてじゃあ柔らかく見えるようにピースとかしてくれるわけよ。かわいい、イケイケなポーズをしてくれる。はい、なんか、いや、まあなんか艶めきの男の子です。なんか現在とおしゃべり楽しんでたらなんか顔しか描けなかったから、もう下はね、はい、ちょっと次の画材に期待しようかなと思います。まあね、僕どうしたらいいのこの後で。お前はこの後あの、まあ、ただの色塗りが始まるのか、うん、あのやばい画材引いてほしい。だってあと2回引くからね。いや、そうなんだよね、ここからあと2回引くのよ。まだわかんないの、何が起きるか怖いな。はい、じゃあ次引いていきましょう、はい、これさっきの線画画材と色塗り画材です、はい、これシャッフルしましょう。はいよ、はい、そしてそう、これが画材デッキになったわけです、ね、はい、画材デッキになりました。ただもう2回戦目からこちらヤバカードたち、これは画材じゃないやつ、はい、画材じゃないカードをしかも必ず今回引きます、はい、ここから1枚、ここから1枚で、はい、やわらちゃんにどっちかで選んでもらうという、はい、じゃあいきますか、最初はグー。
なんで一発目でカウンターされるの。最初はグー、やるんだ、じゃんけんぽい。負けてるし、負けちゃった。まずはじゃあ画材から引く、うん、ね、残り物には服がある。モノクロかこの絵。あ、でまだ分かんない、まだ分かんないよ。で、さやさん引くね、はい、画材。あ、お、これは当たりでは線ができるね。ね、最高じゃない。最高なもん引いたね、うん、3回戦目先に言っておくと、もう画材じゃないの2択からダメとダメを選んで、はい、どっちのダメがまだマシかなみたいな、うん、そういう勝負になってきます。可愛い動画かと思いきや、うん、もう全然お絵かき拷問チャンネルの独壇場だったというわけですね、はい、安心してください。勝せーの、で、出た出たー、やめて、優しい。なんでこれこっちに入ってんのこれ。え、ずるくないこれ。よし、じゃあまずはさやさんからいくか。いくか。じゃあ行きましょう、わらちゃん、はい、選んでください。どうぞ。おマスキングテープだ。これ外れじゃなくない？全然結構当たりではね、まあ、ただ線画はできないな。はい、じゃあ僕行きましょう次。はい、2回戦目の僕の画材、醤油かシャーペンか、どっちがいいわちゃん。よーい、スタート。嘘だろ、わらちゃん、お前動画映えってものを知られるか。わらちゃん僕のこと好きなんだやっぱり。ゲストに優しい。え、ゲスト大丈夫？違う違う、そういう動画だから。気まぐれ猫に。いや、そう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 、振り回される動画だから。そうだよ、だから撮れ高がなくて内心僕は醤油のが良かったなとか思ってはいないよ別に。さあということで2回戦目は、はい、まさかのこんなに美味しいお題を引いたのにわらちゃんがなんか神だった。わらちゃん仏だった。俺はシャーペを使っていいって。ちょ30分余るまである。確かに。いやでもさやさん結構ね、図画工作。そう、さやさんは結構。そう、さやさんね、マスキングテープなんですけど、ただね、見て見て、すごくない？これリスナーさんにいただいたんだよ。そう、でもすごいおあつらい向き。そう、こんなんかめっちゃ可愛い。え、そう、着物みたいだね。いや、そう、すごい綺麗だよね。知ってたってぐらい開けてない？ね、なんか運命みたいな。いや、じゃないからね、みんな、うん。もし狙ってたとしてもあいつが引いてるから。いや、そうそうそう。だとしたら俺醤油引かせるから。本当に。はい、じゃあやっていきましょう。はい、よーい、スタート。え、すごくない？ほら。うん。うん。なんか一瞬待って楽しそうでいいなって気持ちがする。楽しい。逆に。すごくない？ほら。見て。ああ、なるほどね。そうそう。そうやるんだ。見て、楽しい、ゲンさん。楽しそう、すごい楽しい。いいね、そういうことがしたかったの俺を、うん、なんか昔うちさ、お菓子のパッケージでお絵かきっていう動画撮ったじゃん。そうそうそう、あれよりもうちょっとなんか貼りやすいね。え、そうそう、でも貼ってくれるしな、うん、もう勝手についてくるからね、うん、悪いけど普通に楽しいよ、あの手は。内心はちょっとドキドキしてる今、うん、すげえやだな。でも逆を言うと、この展開を作ってくれたのは一瞬待って美味しいのかもしれないね。まあ確かにね、うん、わらちゃんのおかげ、ありがとう、わらちゃん。おやつ後であげるから、わらちゃん、うん、もう一回食べてます。あ、もうおやつあげてるんだ、今休憩していただいてるんだ、ね、いや、そうそうそう。うん、深いため息じゃん。どうしたの、普通の絵描きの人。世界で一番よくわからないこと言われた。はい、さあということで、2回戦目、はい、30分間、せーの、でどん、えー、かわいいね。マステであれハイライト入れました。あ、これハイライト代わりね。これやっぱめっちゃ、いや、いい仕事したね。キラキラで華やかでかわいかった、はい、でも30分はちょっと短かった。確かにもうちょっと時間欲しそうな感じだよね。頑張りたかった、うん、いやでもなんかこう民族衣装みたいなの着てる感じは出てる、うん、かわいい。そしてケイさん絵が上手ね。上手というか、なんかただ濃淡が出ていい感じですよ、うんうん、なんでこんな気持ちになるんだろうね。こんなに楽しく絵描いてるだけなのにね。だからなんだろうね。はい、いや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 、素晴らしいですよ、はい、あのお互いちゃんとベスト尽くしてますよ。尽くしました。今ある画材のね、はい、ただ次なんだよね問題は。いや、そうだよ、だってもう次だって画材じゃないもん、うん、全部。いや、それよ。じゃあ第3回戦目、僕たちが残り30分で使う画材は、いきます、せーの、いいですね、確定演出いいですよ、源さん、いいですね。え、ただこのチュールは、あの中身は当然、まあ、ワルちゃんが食べますよ。確かに彼が食べたいですからね、うん、選んだ。だけどもチュールを食べた後に残るものはパッケージ。あ、それくれんだ。それ画材だから。あ、そういうチュール。え、そういうチュールだよ。中身は全部ワルちゃんに明け渡して、はいはい、あなたは残ったゴミで絵描いてゴミって言うなもん。いや、わかんねえから次。いや、そうだよ、もう一個あるから、うん、もう一個あるからね。せーの。
炙ってねって書いてある炙ってほしいな。どう転んでもじゃん。マジか。あ、サイさんコーヒーだよ。懐かしいコーヒー。え？え、でもこれはなんかこう絵にするならメイク道具引きたいな。あ、でちなみにコーヒーはあの昔コーヒーアートやったんだけど、ね、うん、あのもちろんあれですよ。猫ちゃんコーヒー良くないので。あ、そう、猫ちゃんとコーヒーは、はい、あの猫ちゃんの体に本当に良くないので、はい、パッケージから一切出さないで。もちろん出さないでやります、うん。もう安全を期してやりますので。はい、じゃあ行きましょう、3回戦。はい、ゲイさん確定演出なるか。第3回戦目、第3回戦目最後です。じゃあこれが最後のさやの画材、僕の画材になります。はい、さやさんはコーヒーかメイク道具か。いきます。全然違い。あーうれしい。はい、あっさり決まりました。さやの最後の画材コーヒーです。コーヒーになりました。僕はまだあとこれね、はい、まずレモン水ね、そしてこれねチュールです。ちょっと普通のトロトロチュールじゃなくて、そう、こういうね、なんかスティックタイプがあるんですね、はい、では3回戦目僕のでいきましょう。せーの、どっち？早くしろ、早くしろって言ってる。手まで、手までつけた。あー、もう、あ、もうダメダメ、かじろうとしてる。あー、もう分かった分かった分かった。はい、わらちゃん、ありがとうね、はい、ここまで付き合ってくれて、はい、ありがとう、わらちゃん。はい、じゃあのこちらでございます。よかったね、チンチルもらえるすごい。あー、ちょっと早い、わらちゃん、わらちゃん、早いって。あー、早い。あー、食べてる。あー、痛い、食べてる。ちょっとファイちゃん、早い早い。あ、ちょっと、すごい速さで一瞬で食べ終わっちゃった。もうないよ。ファイちゃん、もうないのよ。ということで、第3回戦目やっていきましょう、はい、よし、最後だよ。ありがとうね、わらちゃん。ファイちゃん、ありがとうね。さあ、ということで、3回戦目、先ほど選ばれましたのは当然のごとく、なんかチュールが選ばれてしまって、最後は僕はゲサはこれで絵描いてください。でも、いけると思うんだ、逆に。ただちょっとごめんなさい、このままだとどうしようもないので、ちょっとこれあの貼り付け用の接着剤だけちょっと許可していただいて、うんうん、切ってね、貼るっていう。皆さんはコーヒーですね、うん、いい匂いすんだ、ここが。すっごいいい匂いする。じゃあ行きましょう、はい、最後30分用意スタート。一回やってますしね。そうなの、 あとね、水彩と結構同じ要領でいけたりする。そうなのよ、だから結構さやにとってあのボーナスタイムかもしれない、うん、かわいい、ちゃんとチュールだ。さあ、ということで最終戦、楽しそうでしたね、さやさん。うん、楽しかった、はい、あとでもコーヒーひっくり返したんで、さやさんの服が変わりました。いや、そんな、どうしたと思って。はい、ということで最終戦、チュールとコーヒー、はい、せーの、でどん。何これ、いいな。なんかちょっといい影になった。しかもちゃんと線入ったしね。ちょっと黒い、そうそう、濃いめの線が入りましたね、うん、ちゃんと。コメカの青の上にコーヒー濃いめに出したやつを置くと結構いい線画っぽい感じに、ね、ぼやっとした感じの、うん、ソフトな線画に。あ、そうそう、でも水と混ぜてこうちょっと淡く茶色入れてみました。ただね、あの、はい、マスキングテープの上はね、乗らないので、うん、もうここはちょっとね、もういいかなっていう感じで。そして僕が最終的にはマグロのチュールを持って猫に狙われて焦ってる女の子になっちゃった。確かに、かわいい。チャオの案件みたいになってる、はい、プロモーションではありません、はい、プロモーションではありません。え、すごい、え、なんかこれがコードっぽくなってて、うん、そうそうそう、うんうん、いや、なんかここに猫ちゃん貼った時にね、感動しちゃったもん。何それ、かわいいってなったもん。もうこいつがいたからさ、うん、一緒になんか狙いに来てるやつらみたいになって、かわいい。チュールここに書こうと思うもんね、うん、すごい絵になったよ。ということで、はい、はい、今回わらちゃんにご協力いただきまして、猫が選んだ画材で絵を描いたらどうなるの、はい、こうなりました。こうなりました。意外とどうにかなる。どうにかなる、うん、はい、まあ、ということで皆さんもちゃんとね、ランダム性が出る楽しいあれですが、うん、あの猫ちゃんとやるときはしっかりあの猫ちゃんにダメなものは絶対書かせないでください。はい、はい、そうするとこのマスキングテープとコーヒーとコピックっていうありえない組み合わせ、ありえない組み合わせ。絶対やらんもん。え、そう、うん、いや、猫の気まぐれ感が出てて、はい、とってもいいね。いや、また次回のね、あの、うん、わらチャンネルもどうぞお楽しみに。わらチャンネルじゃないのよ、ここ。わらチャンネル、何それ。乗っ取られてんじゃん、もう。このものの一本で。